カージャール朝がチェシメーアリーの丘に刻んだファトフ・アリー・シャーを称えるレリーフシャフレレーはイランの首都テヘランの南方 10km の場所に位置するテヘラン州のシャフレスターンである。東西及び南北交通路の交差する交通の要衝に位置し、紀元前から人の集中する町があった。8世紀から13世紀にかけて、その町は、雷位、あるいは慣用的に、レーと呼ばれ、イスラーム帝国の東方支配の要として栄えた。ラーズイは、当該レーとの関連があることを示すニスバである。しかし相次ぐモンゴルの侵攻で荒廃し、一度は、遺棄された。その後、シーア派の聖者廟を中心に、町が発展し、現代に至る。イラン中央部の町と交通路を示す地図シャフレレー、あるいは歴史的に雷位、レーなどと呼ばれた町は21世紀現在においてはイラン・イスラーム共和国の首都テヘランの中心部から南南東 10km の場所に位置する。行政上はテヘラン市に含まれないが、テヘランの大都市圏内に飲み込まれている。レーは上古よりバビロニアからエクバタナを通ってホラーサーンへ向かう東西の街道、ギーラーンとイスファハーンを結ぶ南北の街道の交差する交通の要衝に位置した。チェシュメーアリーの丘シャフレレーにおける西洋人による遺跡調査は19世紀前半から行われてきたが、本格的な学術調査は1930年代のビニエによるものが最初である。1934年から1936年にかけてアメリカのシュミットにより学術的な発掘調査が行われた。現代の行政区分でいうシャフレレー地区では、チェシメーアリーとクーエ、ソルソラという2つの丘から、紀元前5500年から5200年前のものと推定される乱獲状の土器の欠片等が見つかっており、2010年時点で最古のこの地における人類集中の痕跡である。チェシュメーアリーの丘では、この地層の上に泥を焼成したレンガで築かれた構造物の遺構がある。レンガは規格化されており、バルフのバクトラ遺跡で見られるレンガと同じものとみなせる。時期的にはパルティアの構造物であり、シュミットの調査によると内部からボノネス2世からミトラダテス2世まで、紀元前2世紀後半から、あと1世紀の王の名が刻まれた銅貨が発掘された。チェシュメーアリーとクーエ、ソルソラの2つの丘の周りは、防塁で囲われており、最も古いものは、パルティア時代の防塁である。防塁は、サーサーン朝でも造営され、内側は行政地区として機能した。陶器などの出土品に基づくと、行政地区は、アッバース朝、セルジューク朝時代まで使用され続けたことが、確認できる。セルジューク朝の地層の上には2センチメートルの火災の痕跡が積もり、レーは度重なるモンゴルの侵攻で荒廃し、最終的にティムールにより破壊されたという、書かれた歴史により再構築される歴史像と矛盾しない。現存するアベスターには、ラガーという町の名前が3回現れる。飛び時1時15分には、レイジェスというメディア王国の町の名前がある。ストラボンの地理史 11.136 には、アレクサンドロス大王の時代には、ガンマイプシロンと呼ばれていた町が、セレウコス一世ニカトルにより、ダダッピロイを意味する、ウプシロンドオメガパイに改名され、その後、アルサケスアサパルティアの時代に、ローシグマアルファカッパアルファに改名されたという記載がある。イスラーム時代の行政言語であるアラビア語での名で記録されている町が上述した中期ペルシア語、ギリシア語、ラテン語文献に記述がある町と同じ町であると考えられている。以下、日本語書籍でも多い読みである例の名でこの町について言及する。タッペーエミールの丘にあるアータシュカデシサーサーン朝も例を支配したはずであるが、そのことを示す考古学的エビデンスは明瞭でない。タバリーは642年に、レーでスヤーワフシュを首領とするゾロアスター教徒の反乱が起き、ヌアイム・ブンムカッリーンという名のムスリムの武将がこれを平定した旨を記している。タバリーによると、この時ヌアイムは戦闘で破壊された古い砦を修復したというが、考古学的にはそのような鳥で跡が発見されていない。一説によると、タッペエミールの丘にあるアータシュカデシがそれかもしれない。シリアを首都にしたウマイヤ朝や、イラクを首都にしたアッバース朝にとって、レイは東方の半島を支配するための重要な拠点であった。後に、マフリーと呼ばれるアッバース朝のムハンマド・ブン・マンスールは、若い頃にホラーサーンやタバリスターンで発生した反乱への討伐で軍港を建てたが、この頃に軍事拠点として用いたのがレイだった。マフリーはレイを自分の名を取ってムハンマディーヤと呼んだ。マフリーがハイズラーン、ビントアターと恋に落ち、ムーサーとハールーンの二人の息子を得たのもこのレイの町においてであった。考古学的にもアッバース朝時代初期に防塁で囲まれた行政地区の大幅拡張が確認できる。イスラーム時代、レイは宗教的、文化的にも重要な拠点であった。9世紀から10世紀前半にかけて、レイは実質的に神学上はムルジア派とみなされるフサイン・ナッジャールのセクトが大勢を占め、法学上はハナフィー法学派の規範が適用されていた。当時レイにはハナフィー法学派の強固なコミュニティが存在していた。ハナフィー法学派は土着の慣習やラーイを認め、明確なドクトリンを持たない。9世紀中央に明確なドクトリンを持つシャーフィー法学派がレイを含むイランの各朝に浸透し始め、その強制は11世紀に明らかにハナフィー法学派をしのいだ。西暦860年にはこの町でアブーバクル・ラーズイが生誕している。ラーズイは医学や哲学の分野で業績を残したペルシア人であるが理性主義者であったため専制に反対し、彼の不可知論は激しい論争を引き起こした。彼の通称、ラーズイは当地の地名を元にしたニスバである。アッバース朝時代を通してこの町は反体制派の巣窟となった。ムータズイラ学派にシーア派。その他にも多くのセクトがこの町に避難場所を見出した。10世紀の終わり頃には当地にブワイフ朝の首都が置かれた。しかし1042年にはセルジューク朝の手に落ちた。1149年には詩人、哲学者、神学者のファフルティーン・ラーズイが当地にて生まれた。紀元前以来のこと、令和1220年のモンゴルの西アジア侵入の際、徹底的に破壊され、それ以降と断絶がある。13世紀にヤークートがレイの廃墟を訪れている。ヤークートは当地の住民がレイが廃墟となったのはハナフィー派とシャーフィー派の党派争いが原因だと語っていると記述している。1950年にパフラビー朝の元皇帝レザー、パフラビーの遺体がエジプトからイランに運ばれシャフルレイにある霊廟に埋葬された。1979年のイラン革命の後に、ルーホラー・ホメイニーの許可を得て霊廟は破壊された。その後、遺体は行方不明となったが、2018年4月に、レイにあるアブドゥラジム陵墓の拡張活動の際に、発見されたミイラが、レザーの可能性があると報道された。しかし革命で打倒したパフラビー朝の影を気にする政府当局により、遺体は埋め戻された。1924年頃のシャフレレイの空撮写真。街の中心にシャー・アブドルアズイムのハラムの中核モスクが見える。アッバース朝時代の9世紀、12イマームシーア派にとって重要な出来事がレイで起きた。10世紀の歴史家ナジャーシーはアブドルアズイムという人物がレイに移り住み、当地で亡くなった。死後の彼の衣服の懐中から、自分の出自を記したメモが出てきて、それによると、彼は、ハサン・ブン・アリーの5世孫であった。アブドル・アズイームは、蘇生を隠して、アッバース朝政府の監視の目を逃れながら預言者の一族のメッセージを人々に伝えるために長い旅をしていた。といった内容の出来事を伝えるアブドル・アズイーム廟のミナレット・アブドル・アズイームは、リンゴの木の下に葬られた。その墓には、被葬者の没した直後から現代に至るまで、複数次にわたって、時のシーア派王権による寄進がなされた。セルジューク朝のワズイール、マジドッディーン・バラーワスターニーはシーア派を信奉しており、アブドル・アズイーム廟を保全した。サファビー朝のタフマースブ一世は、アブドルアズィーム病を大幅に拡張した。現存する霊廟のイーワーン建築はこの時に建築されたものである。ガージャール・アサのナーセロッティンシャーは、タフマースブが拡張したモスクを美麗に装飾させた。アリー・ハーディは霊から来た旅人に、アブドルアズィームの墓に、お参りするのは、イマーム夫妻の墓に、お参りするのと同等のご利益があると言ったとされる。ところで、生前のアブドルアズィームの旅の目的地が霊であった。理由は、一説によると、夢のお告げで、ここにムーサー・カーゼムの息子、ハムザの墓があることが分かったからである。ハムザは、アリー・レザーの共有で、サファビー朝王家の父祖とされる人物であり、民衆に人気がある。マームーに殺されて、アリー・レザーに葬られたが、埋葬地が不明であり、イラン各地にハムザの墓がある。アブドルアズィームは、霊において、何の変哲もない墓石の近くで、断食や礼拝に努める敬虔な生活を送っていたが、その墓こそハムザの墓であったと信じられている。アブドルアズィーム病にはハムザ病も隣接している。このように成立したシャー・アブドルアズィームのハラムの近くには有名人が数多く眠るイブン・バーブ・アイヒボチやセルジューク朝の君主トゥグリルベクの霊廟等も所在する。現代のシャフレ霊はテヘラン州の一シャフレスターンである。特に、隣国イラクからサッダーム・フセインの政権掌握後、イランに移住してきたアラブ系の人々が多く住み、リトルアラブを形成している。ありがとうございます。